もっとこう寄り添ってプッシュしてくれるコーチがいたら嬉しかったなって当時思って、だから俺はそういうコーチになれたらいいなっていうのがこの最初俺コーチの原点。みんながこのスペシャルクリニックに来てくれて本当に嬉しいです。ありがとうございます。でなかなかこうやって少人数に対してしっかりバスケットを2時間教えるっていうのは多分今までボルダーズもその やってなかったし、俺自身も熊本でやるの初めてです。で今日そこにみんな勇気を持ってこうやって入ってきてくれたので、もうすごいいい時間にしたんです。せっかくこうバスケットをやる仲間だからそこで仲良くなったりとか時に競い合うし時に助け合うっていうのができた方が俺はみんなの人生にとってバスケットボールがすごいいいものになると思うので、こう例えばドリルが終わったらハイタッチするナイスだなってやったりとか、シュートが入ったらナイスシュートって言ったり、ミスしちゃったらドンマイドンマイって声をかけたり、そうすることで自分も周りになきゃいけない、そういうのができる選手も俺うまい選手、周りに気を使ってしっかりハイタッチしたり強弱をして、いい練習をしてで、今日みんなのこの練習をサポートしてくれる凌介コーチですか、凌介コーチが 僕がメインでやりながら凌介コーチがサポートしてくれるので、しっかり凌介コーチの話も聞いて一生懸命やってください。ワンツースリーうわー OK、 はい、はい、OK はいはいはい OK、 そうですは、こうやって1、2が抜いて、ワンとして、速いです。 OK、ストップ、コンセプト、おー、ナイス、ナイス、真ん中に重心バランスがある状態を作って縦足になった時には体前に、これが後ろでこうやってやってる選手は一歩出せないので、ここまで縦足になった瞬間には前、2、3、4、前に入るとワンステップ下げてあげた、はい、止めないようにしといて、ここからです。そう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 、止まってないよ、寄せる、そう、オッケーオッケー、いいからいいよ、ファルマイル、はい、そう、いいね、今の感じ、今の感じ、今の感じ、あーそう、まだ右足入る、外足、左、右、はい、そう、1、2、そう、いやー、もうそれは右足、その割れドリブルです、
で、できてるところとか俺すごい感動したし、あ、こういう風にみんなどんどん上手くなってるんだなって感じたので、で、ちょっとずつ多分今うっすら覚えてることとか、もう忘れちゃったこととか、強いの強く残ってることがあると思うんですけど、そういうのお父さんお母さんだったり兄弟だったり自分のチームの友達だったりに話してあげてください。教えることで周りも上手くなるから、周りが上手くなったら自分もそれに合わせてもっと頑張らなきゃいけないから、どんどん上手くなる。それだとチームとかグループどんどん成長します。なので自分も上手くなるし、周りの人も上手くしてあげると、どんどん成長して合宿頑張って将来ボルターズだったりW リーグ、NBA だったり活躍できるように頑張ってください。頑張ってください。はい。よ。ワンツースリー。ボルター。はい。ナイス。ナイス。はい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 。どうやってそんなに相手を簡単に抜くんですか。ああ。俺はね、小学校1年からバスケやってるんだけど、ドリブルがめっちゃ好きで。家中でドリブルする。ご飯の時間や階段上がる時も、もうテレビ見る時もずっとドリブルする。ドリブルがすごい時頑張って。本当に暑い中一生懸命やってくれて、もともとこういろんなところで多分バスケットやってきたと思うんですけど、プロの絵はこういうの大事にしてるとかっていう話を伝えることができたと思うので、ぜひ家に帰る途中とか、まあ家で兄弟とかいたらぜひその何ですかね、今日どうだったのっていうのをどんどん聞いてあげて、子供が何を感じたとか、こうどういうことを習ったっていうのをぜひこうリマインドしてあげると、彼らの頭にもすごい残るしいいと思うので、ぜひそういうのをやっていってほしいです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はまあこういう形で皆さん来てもらって、僕が普段どんな風にボルターズの選手何を大事にしてコーチをしているのかっていうのを伝えた上で、クリニックしていくんですけど、サポートという形でいろいろ指導を手伝ってもらえたらなと思います。まあ、その時の当時のアシスタントコーチの方がすごいこう励まして勇気づけてくれて、お前できるよって言ってくれたのが、おかげで僕今プロになったなって思ってるし、それでコーチの寄り添って勇気づけてくれれば選手ってどんどん成長していくし、じゃあ上に行きましょう。お願いします。よろしくお願いします。ワン、ツー、スリー、ボルターズ。そんな速くなくはい、左足前だ、左足前、はい、レッツゴー。これってすごい感覚が大事で、プロになって初めてやるってなかなかできない。プロ選手でもできるだけど、今の時期からみんなやっていけば絶対この辺の感覚も良くなって、自然に試合中にドライブしていって、あ、こっちから出せるようになってくる。今日は13人で見るといいと思うんで、まず多分全体の人たちがどこに立てたらいいかな、いいと思う。だから数を決めて数が後悔だね。できなかったりとか、ちょっとこれはもう課題だな、次までにできるようになりたいな、頑張りたいと思って、バッと。で、あと、次どうするの、ネック。今後練習どんなことやるのっていうのを発表してくれるでしょう。はい。良かったところは、まあ、できないところを、まあ、できるまで自分からやってたことと、できなかったところは、左手とか、やるのがちょっと、まあ、慣れてないので、苦手だったところと、次やりたいところは今日習った幅、足の幅とかを、もう一回補習っていうか、それをいっぱいやって、まあ、バスケの練習とかに生かしたいです。素晴らしい。バッテ、グッドバッドネクストの振り返りを毎日やるっていうのと、学んだことを必ず、いろんな人に伝える。いいですか。
これやったら絶対うまくなる。OK。次声でいくよ。せーの。ワン、ツー、スリー！ボールだー！ナイス、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 ナイス。じゃあ質問ありますか？対戦相手が、うん、そう強いチームとか、うん、負けたことがあるチームの時に、うん、どんな心構えで試合に臨むようにしますか？変に相手をこうすごいって思わなくて、みんな同じ人間だし、ミスも起こるし、相手だって相手だって苦手なことあるし、もちろん自分たちもあるんです。自分たちの強みを出すことで、相手の弱いところを突くこと。そのディフェンス遅いんだったらアタックすればいいし、そのプレッシャーかけれない、下がってるんだったらシュート打てばいいし、常に次があるし、どんどん自分が成長していけば、もういくらでもどうにでもなるから、どんどんチャレンジしてください。はい、頑張れ。ありがとうございました。はい、皆さん応募していただいて本当にありがとうございました。でも本当暑い中ですけど、まあ、選手たち本当に素晴らしい集中力で一生懸命やってくれて、僕自身も、まあ、こういうクリニックをやってよかったなって本当に思ってますし、これが熊本のレベルアップに少しでも、熊本バスケットのレベルアップに少しでもつながればいいなと思ってます。今日は本当にありがとうございました。いやー、まあ、でも子供たちがすごい一生懸命で、僕が小学生の時では考えられないぐらいスキルももちろんあるし、その熱心さ、こうバスケットを吸収しようっていう気持ちが伝わってきて、こっちもすごいやりがいがありました。ボルターズでクリニックやっても、例えば30人40人とかも100人とかいるところでやると、どうしてもこう一人一人に合わせた指導っていうのはできないんですけど、今日はやっぱ10人でサポートのコーチの方も入ってくれたので、よりこう目が行き届いて、もう選手の名前を呼びながら、こうした方がいい、こうした方がいいよっていうのを指導できたので、やっぱその方が子供は絶対嬉しいし、吸収するし、より頑張れると思うので、そういう意味で少人数にしてよかったなと思います。そうです、僕はでも本当続けていきたいですし、やっぱりなんかいろんなコーチとこのオフシーズン話した中で、自分が持ってる知識とか経験とかっていうのは自分で持ったままにして、それで自分が死んだらもうゼロというか何も残らないし、やっぱりこういろんな人に伝えて、それを価値をどんどんこう広げていった方が、絶対そのグループとか、まあ、その日本のバスケットボール界っていうことを考えたらプラスになるので、もうぜひこういう機会をたくさん作っていただいて、もう僕山本俊介呼びたいっていう人はぜひちょっと連絡を会社に入れてもらい、まあ、僕個人でもいいですけど連絡してもらって、でこういう機会をまあシーズン中、まあ何回できるかちょっとわからないですけど、やりたいですね。